どうもこんにちは、沈黙の羊です。ということで、ブラックシープの第2戦スーパー WBC のサマーなんですけれども、なんとか帯同馬、完成しまして、二頭出しをしました。で、他のプレイヤー、2機出ることも想定済みで、あえて、ぶつけさせてもらいました。さすがにスーパーの初戦っていうことなので、そこまでオッズは出ないんですけど、2番人気ぐらい、4点何倍の2番人気ぐらいがベストなんですが、出てきましたね。困りましたね。帯同馬の方が 4.4 ということで、まあ成績は大したことないんですけど、さすがにいろいろと走らせすぎているので、オッズが負けちゃってる感がありますね。3番人気 4.5 倍、まあまずまずではあったんですけれども、まあ他のプレイヤーが2機出てるっていうことを考えると、帯同馬の意味がなかったのかなという気がしますよね。まあ一本勝負、まあ1機での勝負で良かったのかなという気がしますよね。三大飛車の方もやっぱり20倍オーバーになるんで、これはちょっと失敗した感がありますよね。まあ、1着は無理だと思うんですけど、なんとか2着確保してもらって次の WBC につなげることができたらなとは思いますね。まあ、とりあえず帯同馬の仕事してもらいたいなとは思いますけれども、果たしてどうなりますことでしょうか。それではレースが近くなりました、実況の方、清さん、よろしくお願いします。世界一の称号をかけてスタートを切りました。14頭、まずまずのスタートといったところであります。先行するのは何か、オルコックアラビアンが先手を取ります。5番ダテトラーク、双葉ジャルダン、オレンジの帽子が馬込みで揺れています。それから10番エクリプス、金銭がそのうちにいます。ゴドルフィンバルブがその後ろ、そのうちブラックシープ、それから帯同馬です。9社二頭出しであります。7番マッジェム、それから6番レイデウロ、そしてその後ろからオーモンド、ラーレアラビアン、この辺りちょっと離れているベルユニバース、そして外からは8番マイアリーターク。もう一度整理しましょうか。先頭は飛ばした1番オルコックアラビアンであります。差が開いてザテトラーク、これが1番人気の11番双葉ジャルダンであります。そして4番手に帯同馬ですであります。内を通りまして4番キンセム、それからもう1頭ブラックシープ、そしてその外にゴドルフィンバルム、そのうちに10番エクリプス。世界最高の栄誉まであと 400m を切りました。双葉ジャルダンは3番手といったあたり、先頭オルコックアラビアン、オルコックアラビアンが大きくリード、オレンジの帽子双葉ジャルダン、内から懸命にドテトラーク、先頭はオルコックアラビアン、頑張る頑張る双葉ジャルダンが2番手、黒い帽子ブラックシープ、双葉ジャルダンも懸命に追う。2番ブラックシープ、双葉ジャルダン完全にかわして先頭に立った。ブラックシープが2番手、双葉ジャルダン先頭、1着11番双葉ジャルダン、スーパーワールドブリーダーズカップ3勝目、獲得賞金は25,000枚突破。はい、いきなり痛恨の、花差3着、また面倒くさいことになりそうです。ちゃんと WBC に出れればいいんですけど、果たしてどうなりますことやら。それではひとまず失礼いたします。